俺ね、ブオナロって好きなのよ。あ、わかる、あ、好き、あ、す、まあ、好き、あ、モットン好き、好きっす。はい。どこがモットンから見る？いや、自分、まあもちろん、まあ能力が高いのは、うん、まあもう見てもわかるんですけど、うん、まあ自分としては、なんすかね、ボールの受けるところ、場所、うん、は自分は好きかなっていう。あとさ、うん、足元から離れなくない？あ、ボールの、うん、メッシに近いというか。あ、やっぱそうだよね。うん、もうアルゼンチンですよね、うん、ボールのって、うん。そう、だから、あの、ブライトのさ、スカウティング、まあ、二人に社会説法になったらあれなんだけど、ブラジルだと高いから、ブラジルのところ以外の周り攻めるっていうね。うんうんうん、そうですね。そう、だからそれでさ、あの、あれ、エクアドルだとか、パラグアイだとか、全部賢いんだよ、それ。すごい球いいですよね。ああいうの大事だよね、うん、その、なんかこう、人気銘柄ではないんだけど、うん、そうなれるポテンシャルがあるところに、こそっと行って、だって、マーチの控えにブオナロっているとか。いや、そうなんですよ。そうそうそう。控えから出てくる選手がね、スタメン出てもね、うん、結構いけるみたいな選手、うん、あんだけ揃えてるのさすがだよ。いや、すごいすごいです。ウンダブはどこで生きるっていうチャットがありますね。あ、ウンダブっすか。うん、まあ、僕ら的には、うん、やっぱりその、どちらかというとウンダブって脳筋系じゃないですか。正直ね。僕的には、脳筋はハーフレーンでバタつくイメージあるんですよ。あ、はいはい、なんでもう外で暴れてほしいみたいな感じ。ああ。ウンダブのさ、良さって、はい、ゴール前待ってて、はい、なんか、あの、折り引き的なさ、あ、わかる。ゴチョチョっと決めるとこじゃない。あ、でも、結構ブライトンのフォワードって落ちてきたりもするじゃないですか。うん、だから、そこでのクオリティ僕気になるんですよ。ウンダブって外離した時っていいんだっけ結構。いや、見たことないです。ウルブスとの試合の時って左ウィング張ってたのってウンダブじゃないか。ウンダブじゃないですね。ウンダブ多分まだウィング行ったことない、ね。行ったことない。あれさ、ウンダブは真ん中か。ウンダブは前で。で、ゴール前は確かにいいんですよ、めっちゃ。そう。それまでの作るところが、ちょっと。だから、あの、不器用系だもんね。不器用系ですね。そうそうそう。うん、だから、あの、ゴール前にはいるけど、そこの裏抜けとか、一、うん、回背中入る駆け引きうまいかっていうと、うん、やっぱウェルベックの方が全然すごい、ね。そう、いや、もう全然。ウェルベックはちょっとレベル違います、ね。レベル違うな。二人はどこ落ちですか？大体の聞いたけど、最も。自分も、はい、プライド。あ、そうなんだ。はい。それはタイタに気遣って。いや、そんなことなんです。まあ、やってるサッカーが面白いっていうだけで。あ、はい、そうなんだ。そうなんです。やっぱ結構つないで、ハラハラビルドアップして。そう、ハラハラ。だからもう、レオさんがブライトンピンボールって。マジでその通りですよ。マジそのまんま。あれはもう、意味わかんないですからね。ピンボール見てる。だからさ、なんかまあ、しょうがないんだけど、あれでうまくいく試合あるじゃん。あるそうです。でも、あれのせいで負ける試合あるじゃん。いや、めちゃめちゃあるっす。でも、やってること一緒じゃん。はい、だけど、見てる人は今日良くない。前回は悪かったけど今日いいという。いや、でも全部一緒だから、そんなになんかこう、断罪しないであげてる。そうなんですよ。もう、それ込みで、ここではそういうの食う場所だから、みたいな。いや、あれほんとそうっすね。いや、ほんとそう。サーカス感覚っすもん、あれも。確かにそう。だからこう、ブライトの修正点をって聞かれた時、ちょうどリベンジャーズで俺やったことだけど、サイドバックがペナーバで置いて、ウィングと繋がなきゃいけないんだって俺言って。いや、言ってました。あれはしないじゃん、ブライトは。そうっすね。で、しないで前行って、これのメリットって何かっていうと、中盤に当てた時に横落としやすいっていうのみなんだけど。でも、それがうまくいくのは綺麗だけど、やっぱり外の三笘マーチとかあの辺にボールが足元も一番イージーな状態でいかないから、昨日の三笘の右みたいに、レイオフ決まんない右の線繋がんないだとずっと一人みたいな。そうなんですよ。そうですね。だからあれは合理的っていうよりも、あの形が好きっていうふうに。いや、そう、本当そうそう。いや、全然、僕らもやりながら、合理的ではないなって思ってます。そう。で、この説明すると、なんかこう、直せって言ってる感じだけど、いや、修正点聞かれたら、修正点で言うけど、はい、ただそうなるとは思ってないし、はい、もう、これはこういうご飯屋さんでいい。いや、ブライトは俺もあれでいてほしいっすね。そう、ラーメン二郎から臭み消えるみたいな。いや、本当そう。もうこれも含めてうめんだみたいな。本当そうなんですよ。かなって思って。あ、ていうかさ、そうだ。モットンキーパーじゃん。キーパーです。あれ、スティールとロベルト・サンチェスって、あそこってどう見てる？どっちをどう使うとか、どっちの方がこれが良くてとか、はい、あそこしっかり喋れる人って言って、俺ロベルト・サンチェスの方が、ハイボール処理とか、ちょっとしたミスがあるなと思って、で、スティールの方が、正直俺今日ロベルト・サンチェス見てたの。ちょっと前遡って。はいはいはい、ロベルト・サンチェスの方が体の向きで騙してパス出せる。スティールの方が、パスは繋げてんだけど、ちょっと前の人危なっかしかったんだけど、だけど、そこでどっち天秤かけるってなった時に、結構相手選手っていうか相手チームが、長いボールとか放り込んできた時の、エラーの方が気になってんのかなと思ったので、確かに。モットン表はどうかな。いや、もう今言っていただいた通りそのまんまです。あ、そう。本当にそのまんまです。だから、やっぱりボンミスというか、まあ、ちょっとしたそういうイージーなミスが目立つのはやっぱりサンチェス、うん、だし、
まあ、しっかりとプレイできる、ミスがなく、しっかりとゲームをコントロールできるっていうと、まあ、スティール。ただ、じゃあ、ビルドアップの時にどっちを取るかってなったら、やっぱりサンチェスの方が、こう、決定的なボールを出せるというか、うん、やっぱり前の人が楽な状態で、受けれるところにボールを出せるんで、うん、まあ、そこを天秤にかけたら、今のチーム状況的に、スティールの方が、やっぱミスが少ないっていうところで、そっちを選んでるのかな、とか。うんうん、俺ね、最初はロングキックもあるのかなと思った。あれ、結構前からさ、来て、そう、飛ばさなきゃいけないから、うん、飛ばすところはロベルト・サンチェスよりもスティールなのかなと思ったんだけど、ロベルト・サンチェスのロングキック悪くなかったから意外と、そうなんですよ。意外とどっちもあるんです。結構みんな万能なんですよ。そうだから、ってなるとそれよりもやっぱ分かりやすいところは、長いボールの処理だなって思ったんだよね。そうですね。最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいんでチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。レオソフトボールでした。バイバイ。君の